にちは。この動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、この2倍テレコン、新しくですね、ライカの100、400ミリにですね、取り付けられるようになったということで、この2倍テレコンの方も、リニューアルをされましたということで、今日はですね、このですね、2倍テレコンのレビュー、ファーストレビューということで話をしたいと思います。テレコンと言いますのは、使うカメラとかですね、レンズに左右されるんですね。ルミックスの G9-2 ですね。そしてライカの100、400mm の2、これに取り付けてのレビューということになります。いつものように私の顔出しはもうここで終わりまして、あとはですね、音声だけで案内をしたいと思いますので、よろしくお願いします。今日の内容ですが、次のような順番で話をしたいと思います。2倍テレコンで変わる F 値、2倍テレコン装着時のオートフォーカスの速度、 AF の速度について、そして静止画で撮影した結果、それから動画で撮影した結果、そして最後にですね、テレコン装着の取り扱いの注意点、こういった内容でですね、話をしたいと思います。ではまずですね、2倍テレコンで変わる F 値ということで、この絞りの値がですね、テレコンをつけると、変わります。 F 値というのはですね、レンズの、焦点距離ですね、焦点距離を有効の口径、レンズの口径で割った値がですね、 F 値になるんですね。ですからテレコンをつけますと、焦点距離が変わりますので、当然この F 値がですね、変わってくるということになります。一般的にですね、ミラーレスの、まあ、この一眼系のですね、カメラ、レンズ交換のできる、カメラというのは、テレコンをつけるのにですね、カメラのすぐ前につけますので、F 値がですね、影響を受けます。今回はまあ2倍テレコンですから、F 値も2倍になるんですね。それでですね、このテレコンをつけるのにですね、新しい新レンズの方はですね、ちょっと構造が変わっておりまして、ズームリミットスイッチというのがあるんですね。ですから一回ですね、ズームして210ミリぐらいまで、ズームしますと、綺麗にですね、後玉、後ろ玉ですね、これが凹みますので、そこでこのズームスイッチを入れて、オンにして、それで、テレコンをですね、差し込むという風になっております。ですから結果的にですね、35ミリ換算の焦点距離というのは840ミリからですね、1600ミリになります。で、この840ミリの時の F 値というのは F10 になるんですね。 F10 になります。ですから F10 からF13 の値で変化するということにですね、なります。では次に、2倍テレコン装着時のオートフォーカスの速度、これについて話をしたいと思います。実は、もたもたするんじゃないかなというふうに思ってたんですけれども、これはですね、最初取り付けてですね、パッと合わせてみたんですが、早いですね。予想以上に早いです。つけないですね、100、400の方とですね、どれぐらい違うのかとなると、なかなか言葉では言い表せないほど早いです。これは予想以上に早くですね、作動しますね。まあ、明るさにも影響するんですが、ある程度明るいところであれば、ほとんど遜色のないぐらいのスピードでですね、オートフォーカスは作動します。それから鳥認識ですね、まあ動物認識。こちらもですね、予想以上に早く反応します。ということでですね、最初取り付けた時にはその速さにですね、おっと思って驚いたんですね。よってその静止画動画でのですね、撮影にかなり期待をしたということが言えるかと思います。かなりですね、期待値が高かったですね。次にですね、静止画ですね、2倍テレコンをつけて静止画で撮影した結果、これについて話をしたいと思います。これはですね、今言いましたようにオートフォーカスが早いのでですね、
かなりですね、バンバンシャッターを切ってみたんですね。動物認識も動きが早いですから。ただですね、その現場でですね、倍率を上げてですね、覗いてみたんですが、結構ですね、1600ミリ側ではですね、あ、ちょっと緩いなというのが正直な印象でしたね。今ですね、840ミリで撮った絵とですね、それから1600ミリで撮った絵を、順次ちょっと、ピクセル等倍まで拡大をしてみますので、ちょっとご覧いただきたいんですが、こんな風にですね、見える絵になるんですね。これが840ミリの絵ですね。これを拡大するとですね、徐々にこういう風にボケてくるんですが、ピクセル等倍で、こういう感じですね。ですからまあまあ使えないことはないんです。それから1600ミリの方はこんな感じで拡大すると見えていきます。ピクセル等倍ですと、こんな風な感じで、まあまあ見られるといえば見られる絵ですね。それから、これはですね、完全に1600ミリで撮ってですね、本当にピントが合った絵ですね。これはすごいなというふうに思いましたね。全部が全部ダメということではないんですよ。私はまあピクセル等倍でどうしてもですね、昔から静止画についてはチェックする癖がありますので、ピクセル等倍でですね、見ない人にとってはもう実に許容範囲かなというふうには思います。ただ拡大してどうしても私は見るものですから、見てしまうとですね、ちょっと絵は緩いなというのが正直な感想です。ですからまあ明るさですね、明るさに結構影響されるのかなというふうには思いますね。1600ミリの方は、ちょっとですね、暗いところにですねカメラを向けるとですね、もうどんどんこの ISO 感度が上がるんですね。1600とか2000に平気で上がっていきますので、撮る場所を選びますね、静止画で言えば。ですから河川とかですね、海とかそういったところであれば問題なく使えると思いますね。それとピクセル等倍であまり見ないということを前提にすれば、十分に通用するですね、絵が撮れるかと思います。ただこの2倍テレコンをつけてですね、静止画をこの山の中で撮ろうとかですね、すると、これはまあ、いや、ちょっとやめた方がいいかなというのが、正直な感想です。まあ、ネットを見ていましても、ネットの中にもですね、2倍テレコンをつけたときは、等倍干渉してはいけませんよみたいなことが書いている方が結構いますね。ですからまあそうですね、等倍干渉にはちょっと向かないかなというのが正直な感想です。よって私はこれちょっとですね、三角マークですね、今評価としては三角マークを静止画についてはつけたいなというふうに思います。次に動画で撮った結果なんですが、これはですね、非常に綺麗に絵が撮れますね。これフルハイビジョンで撮った絵なんですけども、非常に綺麗にですね映ってるかと思いますね。特にですね、動画の場合はですね、まあシャッタースピードをですね落として撮りますのでね、原則、ですから三脚に乗せたり、あるいは一脚に乗せてですね、 ISO 感度を上げない、できるだけですね、1000以下、まあできれば500ぐらいまで落とせるぐらいですね、シャッタースピードを落として撮影するのがベターかなと思いますね。まあフレームレートの普通一般的に言われるのは、フレームレートの2倍以内というふうに言われるんですけども、まあそれは人物を撮ったりそういう場合だと思うんですね。野鳥やなんかの動き物を撮るときはもっと 高いですね、シャッタースピードでもいいのかなというふうに思いますので、まあ ISO 感度を500ぐらい、500に上がらない程度でですね、まあ1000以上上がらないようにですね、シャッタースピードを落として、一脚あるいは三脚をですね、
使って撮れば本当にこれ綺麗な絵が撮れますね。よってですね、動画の方は、1600mm でも綺麗なですね絵が撮れます。これはおすすめですね。これ多分山の中なんかへ持ってってもシャッタースピードをですね落として撮る分にはですね問題なく撮影ができるかなというふうには思います。ちょっと山の中では試してなくて、この開けた池やなんかで撮った例なんですけども、今後ですね、まあ山の中なんかにもちょっと、公園ちょっと茂った場所とかでもね撮影はしてみたいと思ってます。私は動画については20丸、このテレコンは20丸を、今私の中では20丸をつけた評価をしております。それで、テレコン装着ですね、取り扱いの注意点なんですが、これはですねそのつけるときにかなり、神経を使いますね。根元とそれから先とですね両方にこの差し込まなきゃいけないですから、ゴミが付着しやすいんですよ。まあレンズ交換の時っていうのは皆さんも、いろいろ気を使われてるかと思うんですが、テレコンをつけますとねテレコンはゴミが付着しやすいので、非常に注意が必要です。風の吹く日にですね屋外でやるのはもうこれはやらない方がいいですね。車の中でですね取り付けをする、レンズ交換をするというのがベターだなというふうに思います。屋外ではですねよほど環境のいいところでやらないとですね、非常にゴミが付着しやすいです。まあこのゴミの付着もですね、ブロワーですねちょっと大型のブロワーで、拭けばですね簡単に落ちますので、それはあまり心配しなくていいんですけれども、まあ取り扱いには十分注意が必要だなというふうに感じました。余談なんですが、このゴミの付着ですね、センサーについた、ゴミを取るのに缶に入ったガス式のですね、スプレーがあるんですが、あれは使わない方がいいですね。あくまで手動のですねちょっと大型のブロワーですね、それを使うのがベターだと思いますね。スプレー式のものは強すぎるんですよ。かなり強いですからね、あれはやめた方がいいですね。以上がですねこのリバイテレコンを、使ったですねファーストレビューということになります。なかなかですね静止画では、難しいですねテレコンなんですが、絶対無理だというわけではありません。場所を選んでですねしっかり撮れば、まあまあですね、使えるかなとは思います。動画用途にはですねこれは私は使ってですね何ら遜色がなくて非常にですね、大きくですねそして離れたところの野鳥であっても撮影ができますので、動画用途には積極的に進めたいですね。ちょっと静止画を撮るのには私は、評価は三角、動画については二重丸ということで、現時点では評価をしました。今日の話は、以上で終わります。ありがとうございました。